あと一つどうしてもやってほしいこと、はいはい、この季節で、うん、マイナス7度とかその雪の中で一晩耐えるとか冷え死ぬ冷え死ぬ冷え死ぬ。よくわかりました。そういうことなんですよ。はあ、面白いな。だって無門に無門流のもね、おかしくないですか。無門流ってなんやねんいう話ですね。なるほど。だって自分のやってること否定になっちゃうからそれ無門っていうのはね、うん、だからまあ俺の僕のやり方を教えてますよ、はい、うん、教えてるけどでも別にそれは必ずじゃなくて、うん、なるほどなるほど、他の縄を取り入れてくれても全然大丈夫と、うん、無門の縄っていうよりも十兵衛の縄なんでしょうね。いやまあまあそりゃそうですよ、それはもちろんそうです、ね、それを今も俺は継続してやってます。なるほどなるほど、こんなん聞いてええんかな。何でも聞いてください。ずっと YouTube やってらっしゃってやってらっしゃるじゃないですか、うんうん、ご存知の方は当然ご存知だと思うんですけど、うん、1万人を超えるフォロワー、フォロワーじゃないよ、登録者数超えましたね。ですよ ね、 ね、それが一気にドカンと、うん、要はだから当時は、うん、だからほら金箔って いなかったんです。だからもう何かあったらもう狙われるの僕だから。あれ何年ぐらい前ですか。ポケモン GO がったから3年ぐらい前ですか。3年ぐらい前にじゃ1万人ありました、ね、ああそうか。でそれだからあれは Google ID ごと消されるんですよ。えマジで、うん、だから Gmail もなくなるの。そうです、 Gmail はいいですよ。ポケモン GO がなくなる。ポケモン GO やってないから分かれへんけど、僕のラプラスがいなくなった。ラプラスがまたもう一回旅に入れない。そうだからすごい。だってそのね、えポケモン GO って Google か噛んでるんですかね。僕全然分かってないですよ。 Google ですね。はだからポケモン GO、 そのポケモン GO のためにもう本当寝る間も惜しんで夜中の公園駆けずり回って。やめましょうよ、ほんとやめましょう。みんなやってたけど。やってた、やってたんですよ。ニュースになってた、ほんまに。あそうなんです、ニュースになってた。青月さんもずっとやってた。それでだからすごいコンプリートしてたのに、それも一緒に消されたから、 YouTube に1万人消されたよりもポケモン GO 消された方がショックでね。ラプラスっていうのはそれはいわゆるレアキャラ、レアキャラですね。そういうのとか、うん、いろいろね、ラプラスだけじゃなくていろいろいっぱい持ってます、まあ、ラプラスなんか30匹ぐらい持ってましたね。全然わかりましたね。全然わかんないけど知ってる人はあれだな、すごいんだろうなと思う。ありましたね、ポケゴーサーチっつって、はい、見る場所がわかるね、こうソフトがあって、それでもう距離と地図が出て車のそこまで駆けつけるんですよ。もうどんな細いとこでも何でも持つ時間内にで捕まえてそれ一晩中ね、うん、やめましょうよ。40車で待ってましたよ。やめましょうよ。わかるけどみんなやってたから楽しいんやろうなと思いました。はい、でもそれで不法侵入やったりってなんかえらいニュースになってましたよね。そう、うんうんうん、でそれとだから YouTube、うん、YouTube 当時はね1万人で海外に来ても多かったみたいですね。ああそうですよね、うん、そうなんですね。アクセス数なんかだからもうあの結局ほら登録してる人は1万人だけど、うんうん、アクセス数は1万人どころ あのレベルじゃないレベルのアクセス数です。本当に1日何万だから。1日何万だアクセスなんか、ね、はあすごいな。一つの動画でなんかすごいのがあって、多分そいつがだから多分誰か外国の誰かがリンクしてたらそこがヒットしてるか、いわゆるバズるってやつですよね、うん、ですね。はあそれも全部消されちゃって、おお厳しい。そうなんですよ。それでもういいやと思って諦めてたんだけど、はい、まだちょっとしてから、うん、やっともう一回やってみようかなと思って、でまだ名前あるのかなと思って、うん、で自分の名前でもう一回取ってみたら、ただ5000人と6000人返ってくる。新しいアカウントを作り直して、作り直してやめようかなと思ってたんやけども新しい。そうでもであの要は結局 Google アカウントってまた作れるって分かって、はい、あんまりそれに詳しくないんですよ僕。ああ僕も全然わかんないです。でアカウント作って、はい、で僕の名前で十兵衛カムイって作ってた ID をカムイ十兵衛に変えて作ってみたんですよ。あそれだけでいけました。うん、それで作ってみたら作れて、おう、うん、それでその名前で最初普通にだから差し障りのない動画をソンって一発上げたら、うんうんうん、だから前のお客さん覚えてて最初の1ヶ月で5000人か6000人もすっごいな。うん、だからえ何これ、1万人戻ってくると戻ってこなかった。そうか、前の人たちが覚えてくれてたからやな、うん、覚えてくれてたんですね。なるほどなるほど。だから2回目ってそういうもんですよ。すごいな。最初の1万人ってどれぐらいかかりました時間。最初の1万人はね入会して3年ぐらいほっといてるんです、はい、あまあまあじゃあそれも、はい、もうほっといて、そういうのあれありじゃないですか、はい、ではい、始めようって始めて1年ちょいですかね、1年ちょいで1万人行くんですね。行きましたね。でまたでも俺金箔とかそういうのなかったからっていうのもある。まあいやいやでもすごいな、でもすごいな、うん、
僕今このと撮らせてもらってる時点で800人ぐらいですよ、ざっと。すぐですよ、すぐすぐ。ほんまですか、うん、だから800人って言ったら失礼だけど1日10人とか15人ずつ出るでしょ、まあまあ、それが1000人超えると30人ぐらいずつ出るの、はい、本当ですか。本当でした。そう、経験者ですもんね。経験者ですもんね。でもいろんなことしましたけどね、だからね、うん、そう、何したらいいんやろ。何、結局やっぱり人の目を引くようなことをせなあかんのかな。もう金箔やってもいいし、金箔だけじゃなかったやりたくないんすよね。いろんなことやりましたよ。ゼリー食ってたり、うん、チェリー食う、ゼリー食う。何それ。いや、美味しいゼリー屋さんがあって、それ買ってきて、これこの美味しいんだよって自慢してるゼリー。え、女子女子 YouTuber ですよ。うわ、食い物いけんすよ。おっさんでもいけんの。おっさんはね、ラーメンがよ、ラーメンで。だからそのチェリー食べたり、チェリーじゃないよ、ゼリーだよ、ね、ゼリーや、ゼリーや、ゼリー、美味しいゼリー食べたり。おしゃれ、ラーメン伸びます。そんな、いや、ギトギトの油っぽい。ラーメン食べて誰が見たいんですか。俺がラーメンって見たい。そうだ、だから、うん、だから思いついた。何何、だからやろうって。何だから、ラーメン食べてる動画とか、見たないやん。また一つどうしてもやってほしいこと、はいはい、うちほら富士別荘あるのね、はい、その近くに森があるの、はい、うん、でこの季節で、うん、マイナス7度とか、マイナス7度、はい、場所が近いのに雪が、その雪の中で一晩耐えるとか、死ぬってミッションやりましょう。俺めちゃめちゃ寒がりだ。だから面白いんよ。だからやりましょうよね。ほんまに死ぬってそんなの。ねえ、じゃあ俺、じゃあ中学の時俺冬とかボタン閉めれなかったんですよ、低下時間で。じゃあさ、じゃあさ、いいねが、いいねが、そうだね、50いいねつけたらやる。ちょっと待って、ちょっと待って、マジでマジで言ってんの。うん、ほんまに死ぬで。だからいいね50だったら何で、100だったらなんて決めない。100だったら、100だったら、はい、100とか来ないですよ。いや、わかんないですよ。来ない。ほんな100くんねやったら、なんか、うん、いつまでって期限決めてください。期限ね、来年の1月中に。1月中、うん、だって雪降らなくなっちゃう。そうですね、うん、1月中にいいね50がついたら。ちょっと待って、1月中は長いっすわ。長くない。初なのか、埋めちゃうじゃん。だって他の動画で埋めちゃって、この動画消そうとしてるじゃん。じゃあ、だってそんなのダメよ、ダメダメだ。おー、じゃあ1月いっぱい、ね、タイトルに入れてね。1月いっぱい、はい、1月いっぱい、ね、で、一つ頼むよ、はい、タイトルにいいね50で真冬の山ごもりっていうタイトル、はい、タイトルに、そう、このタイトルに、タイトルにそれも入れる。じゃなかったら、だって下最後まで見なかったら、見ないから分かんないじゃないですか。はいはいはい、で、いいね50いったら、軽装で、だから、真冬の山で。50いったら違うでしょ。50いったら、なんかキャンプでしょ。で、100いったらって話。いやいや、50でいいでしょ。何しよって俺。50いいねってなかなかつきまわないよ。つかないつかないつかない。うちうち50いいねなんかつかない。でしょ、だから。じゃあ50いいじゃん。50いいねついたら、だからマイナス7度とかマイナス10度の世界で、一晩自力でサバイバルする。しないかな。SOS の手段だけ確保させてください。SOS?、はい、花火も。花火あったら。真面目にちょっと、それはほんまに死ぬから、マイナス10度は。なんかちょっと考えましょう。じゃあ、そのSOS だけちょっと考えてください。SOS ね。万が一だけ。いや、それはもう後で考えましょう。携帯は許す。携帯許す。入るんですか、電波。入ります。あ、ならいいです。ならいいです、ね。あの辺の森は大丈夫です。でも、あの辺は近くに樹海とかあるから、何が出ても知りませんよ。おまけしか出えへん。樹海近くのがいいね。樹海近くの森にしよう。おまけしか出えへん。樹海近くの森にいいね。50ですか。50。まあまあ、いや、100出たらどうします。100出たら、100出たら、そこに3日泊まる。無理。ほんまに無理。僕休み、火水しかないから。それ無理。で、2日あるじゃない。いや、1泊しかできません。2日できる。無理。それは無理。もう水曜日の晩しかと。あ、じゃあ火曜日の晩。とりあえずみんなで50狙おうよ。50、はい、50で、で、集落は、集落っていうか寝袋は許す。普通100でしょ。テントは、いいね、テントは、全然しかない、テントは3000円以内。おもちゃですよ。ダメ、3000円超えちゃダメ。おもちゃですよ。ちょっとレシート見せてくれること。3000円以内のテント。あと、まあね、引いたりで食うのはいい。カバンに入る範囲。カバン大きくでもいいんですよね。カバンは、でも、
何入れるの大きいの。いや分かれへんけど M 字とかで入れる。ダメだそれはダメだよ。でも山道歩ける大きさだった。山道歩ける大きさで、うん、であのバッテリーは僕貸すから、バッテリーで、はい、あのこれ1日持つの貸すから。で、まあ、夕方僕寒いの嫌だから、まあ、まあ明るいうちに帰るんで。本当に何させてそんなこと言ってるの。なんで、どの口が言ってるの。なんで僕がそんな寒いとこにいなきゃいけない。意味わかれへんね。で次の朝は、はい、僕が目覚めたら迎え行きます。見やすいなかった。あ、それやりましょうよ、うん、はい、いいね50だからみんないいねいっぱいつけて。だから100にしません。え、100いいね100にしません。100じゃだってもしつかなかったらダメじゃん。それはみんな頑張ってくれたらいい。だからいいね、じゃあいいね60。60分かった、うん、かみんなあのね、いいね60つけるためには、ね、友達とかにほら声かけて、なんで天心さんが真冬の山の中で、あのチャチーテントで一晩青くなって震える姿を見たい人は、いいね押すためにみんなでね、仲間寄せ合ってこのチャンネル来てくれ。君らは殺人のポジションになるかもしれない。いいよいいよ。で、あのツイッターはもう拡散よろしく。こんな感じでやったり。まあまあわかりました。でもそれはもう約束してんから、うん、やるとしたらやります。わかりました。ね、だから、はい、あいいね60だっけか。60。はい。60ね。うん。まあ作れちゃうんで僕三つぐらい入れるし。つうかみんなに言いふらすし、はい、あもうもうこんな感じで撮った。わかりました、了解です。ちょっと今日あんまり時間ないんで、ね、あれやけどですね、うん、はい、そのまた青くなった朝方のその唇でまたこのトークの続きが。死ぬっちゅうね、死ぬっちゅう、ね、布団入る、風呂入らせてくれ。 S なんだけど M の辛さ覚えてみて。覚えない覚えない。俺はウケない S で有名や。風呂は別荘で入れてあげるから。はい、お風呂入ってからお話しましょう。そんな感じで今日バタバタしてて申し訳ない。いやいやいや、もうそんな感じで、ちょっとまたぜひ時間作って、はい、こんなことして遊んでください、はいはい、じゃあ今日どうもありがとうございました。加藤伊集兵さんでした。ありがとうございます。いや 60だからね、60もうええから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 も